はい。じゃあ、今回は、貸し割合ということで、まあ、はみ出した自動車と直進の自動車の貸し割合は100対0ということなんですが、まあ、今回のね、まあ、動画としては、いわゆる正面衝突事故というものをですね、いくつか取り上げていくんですけれども、まあ、皆さんもね、感じているのは、最近ちょっと逆走多くないですかということなんですよね。 まあ逆走というものは2種類あって、いわゆるまあ高速道路で間違えて逆走してしまうというようなパターンと、 そして片側1車線の道路とかで、まあ、反対車線にはみ出してしまうパターン。まあいろいろあると思うんですが、まあ、どちらも逆走、いわゆる通行区分違反という状況になるんですよね。黄色の実線という状況で、まあ、黄色の実線をはみ出した、それが追い越し違反なのかというと、そういうわけではなく、あれも通行区分違反という状況になります。今回はですね、まずは、 こちら、正面衝突事故、その1。こちらですね。そして、こちら、正面衝突事故、その2。そして、こちらの方、正面衝突事故、その3。そして、こちらの方、正面衝突事故、その4。そして、こちら、正面衝突事故、その5。そして、こちらの方、まあ皆さんもご存知の正面衝突事故、その6。ということで、まあ6個をですね、ちょっと並べてみるんですけれども、 まず最初。こちらですね。まあ、デリカと、あとはですね、まあ、トヨタの ラクティスですね。まあ、こちらの方がぶつかっていて、まあ、状況というのでは、こちらのデリカの方が、ま、逆走して正面衝突事故になったというものになるんですが、まあ、こちらの方は、はみ出たデリカの方に乗っていたという運転手というのは、これ、台湾人だったということなんですよね。ま、あこの時期どうしてもこの海外からの方というのが北海道っていうのはですね、かなりこのレンタカーでの事故というのが多くなっております。 まあ沖縄の方も当然多いんですけれども、このニュースに関しては一部最初の報道のところで中国人ということでかなりその中国人をバッシングするような感じのコメントが多くありました。 で、実際のところは台湾の方ということで、まあ中国も完全に中国だという、いわゆる一つの中国とかいう考え方であれば台湾も中国かっていう話にはなるんですが、まあ実際のところ、まあそういう状況ではないですよね。で、日本において中国人というのはそのまま免許で運転することはできない。だから、この観光で来る外国人観光客というものが日本で、まあ運転をすることは直では不可能なんですよね。 まあ日本人と同じように自動車学校に行って免許を取るか、もしくは書類を揃えて免許センターに行って一発試験を受けるか、まあ、どちらかをしないと中国人というのは基本的に日本国内で運転することはできません。ただし、台湾の方というのはこれ、書類手続きをきちんとしている場合は日本国内で運転することが可能です。だから、 ここの部分、台湾の方と中国人の方というのではかなり違うということ。まあ、ここの部分はね、しといていただきたいかな。 まあこれは8月14日の午後に北海道の方でありました乗用車とワンボックスの正面衝突ということで日本人2人が乗った乗用車と反対車線から来た台湾からの外国人観光客5人が乗ったワンボックスタイプの乗用車が正面衝突で合わせて4人が首や胸の痛みを訴えているということでワンボックスタイプの車はレンタカーで台湾から観光に来ていた44歳の女性が4人を乗せて運転をしていたということなんですね 別の報道の中で、この44歳の運転していた女性というのは、まあ、いわゆる台湾というのは日本と違って右側通行の左ハンドルという状況なんですよね。だからまあ勘違いをして間違えてしまったというようなことを言っているというような記事もありましたので、まあそういうことはね、この観光客はあり得るんですよね。まあ日本と同じように右ハンドル左側通行という国というのは、左ハンドルの右側通行の国よりも少なくなります。 まあ基本的にはイギリスの統治下であった国々というところ、まあ、あとはですね、まあ、日本のようにイギリスを模範にしたところ、まあ、そういう国というのは、まあ、イギリスと同じように右ハンドルの左側通行という状況なんですが、まあ、その他の国々というものは、 まあすべて左ハンドルの右側通行という状況になりますので、だから観光客が日本で運転をするという状況は非常に危険性があると。だからオーストラリアの方とかニュージーランドの方とかね、まあこういう方々というのは、まあ日本と同じ右ハンドルの左側通行なので、まあこういうトラブルは起きないんですが、やはり日本人がアメリカに行って運転をする、まあそういう状況でも起こり得ますので、 まあ海外で自分が運転する場合とかもね、そういう時は非常に気をつけていただきたいかなというふうには思います。で、二つ目、こちらですね、正面衝突その2ということで、まあ白い車2台という状況ですよね。まあこちらの方というのが、まあ、これ、まあボルボだと思うんですけど、まあちっちゃいボルボになると思います。でも、甲賀の方に跳ね返っている車、こちらはですね、ちょっと古いビッツかなという状況になるんですが、まあこれはですね、こちらですね。 まあ長野の方でありました。長野県の国道で乗用車2台が正面衝突。73歳男性が運転する車が反対車線にはみ出たと。73歳男性の運転してたのが、まあ、ビッツの方になるので、まあ、はみ出られたっていう方、まあ、ボルボの方に乗っていたのは、神奈川県の19歳から20歳の男性会社員や男子大学生4人が乗っていて、まあ、これ、首や腰の骨を折るなど、いずれも大怪我ということ。 で、はみ出た男性、73歳の男性というのが、まあ、軽症。だからここでですね、被害を受けている方、7人重軽症なんですが、この軽症は、はみ出た当事者なんですよね。 で、同情していた72歳の女性。まあ、多分これは夫婦だと思いますし、43歳の女性。まあ、これはね、娘さんかなと思うんですね。このお二人というのは大怪我。そして、ぶつけられた方の車に乗ってた4人というのも大怪我ということ。まあ、はみ出した人が一番、まあ、軽いですよっていうね。まあ、よくありがちなパターンという状況にはなるんですけれども、基本的にははみ出られると、 まあ余計うがないという状況があったり、まああとはですね、まあ、新しい車、この車の状況を見ても、ま損傷はかなりありますが、実際にはこの守られている状況なんですよね。だから守られている状況でもあるのにもかかわらず、まあこのような形で、まあ大怪我をしていると。 首や腰の骨を折るっていう大怪我なので、まあ、この状態はまあシートベルトどうなんだろうなというような気が個人的にはしております。そして三つ目のものですよね。三つ目のものというのはこちらになりますね。まあ、ここの2台あります。こちら、まあ、古いマーク2かなと思うんですよね。 で、上のところ、レクサスが止まっております。まあ、こちらの方が、まあ、CT かなという状況。まあ、こういう状態ですよね。う、まあ、完全にこの位置でぶつかってる。まあ、見ての通り、まあ、これは完全にレクサスの方がはみ出たよね。というような状況に見て取れます。この2台だけではなく、もう1台、おそらくこれはもらい事故という状況になっているのが、まあ、こちら日産のノートという状況ですよね。まあ、この3台の事故というのがありました。 この3台の事故というのが、まあ、こちら。これもですね、北海道札幌の方ですね。まあ、峠道になるんですよね。国道230号で15日の正午過ぎに乗用車が対向車線にはみ出し、前から来た乗用車に衝突。その後、もう1台の乗用車に衝突をした。この事故で小学生と中学生を含む8人が病院に搬送。いずれも軽傷で命に別状はないよということで、 まあ完全に正面衝突なんですが、まあ、いずれも軽傷という状況なんですよね。だからまあ、この事故の状況というのは、やはり車ですよね。まあ、レクサス、まあ、この CT 小さいサイズにはなるんですけれども、やはりまあ、レクサスという状況もあり、マーク2、まあ、古い方ではありますが、まあ、やはり大きさ的にはしっかりをしているフォードアのセダという状況。 で、まあ、こちらの方がね、もらい事故なので、まあ、そんなにあれではないと思うんですが、やはりこういうふうに正面衝突になったとしても、まあ、大怪我には繋がっていない。これ、軽傷なんですよね。まあ、速度としてそんなに出てなかったかもしれないんですが、まあ、軽傷で進んでいるという状況になります。そして、こちらですね。正面衝突、その4ということで、まあ、1台これ、完全に落っこちちゃっておりますよね。青い車。まあ、ちょっと古いデミオになるかなと思います。 で、相手方というのはこちらの方ですね。右のフロントのタイヤも、まあ、完全にあっち向いてホイをしております。こんな感じ。まあ、車なんだっていう状況ですが、これはですね、BB ですね。後ろ姿を見るとよくわかる。まあ、BB かなという状況ですね。これも正面衝突の事故という状況になります。それがですね、こちらの方ですね。 これはですね、8月の17日に北海道であった。まあ、北海道非常に最近この正面衝突事故とかが多いんですよね。この記事という状況にも、これね、1個のものじゃなくて、ここに1個あって、そして、ここにもう1個あって、さらにここにもう1個で、これ3つの事故がね、この、ちょろっと書いてあるだけなんですよね。で、先ほどのデミオと BB に関してはこれ。 17日の午前9時半頃の国道で乗用車同士の衝突で男女は首の痛みを訴えて軽傷ですよというもの。そしてこれ同じ日付の午前9時頃なんですよね。これが午前9時半頃で、まあ同じような形。乗用車同士が衝突で一人が病院に運ばれた。まあ怪我は軽いということなんですよね。また1キロ離れた。だから西区同じところの1キロしか離れていない住宅街では自転車に乗った女性が軽乗用車に跳ねられた。 女性は頭を強く打ってますが、会話はできる。ということで、17日の午前9時半、まあこのぐらいの時間帯、これ午前7時半なので、まあ、午前中のこの札幌、この辺りだけという状況でも3件事故が起きていた。ということで、今年はお盆は非常に事故が多いなっていうような印象があるんですよね。 そしてこちらの方ですね。その後というような状況で、まあこの2台かなり大破をしておりますよね。ここに今トラックがいて、そしてこれ乗用車ひっくり返っちゃっておりますよね。だからまあ相当激しい事故だったっていうのが見えます。まあ、こちらの方のまあ4トンか何かのトラックだと思うんですけれども、まあユニックのついているもの、まあお仕事中ではないかなと思うんですよね。そして乗用車の方ちょっとピンボケしておりますが、まあもう原型をとどめないような形でひっくり返っております。まあこの2台だけではなく、 もう一台あるんですよね。それが、こちらですね。これ、トラック。ここの部分が凹んでいる状況なんですが、まあ、この三台がちょっと絡んでいるような事故になってるんですよね。まあ、どんな感じなのかっていうのがね、ちょっとわかりづらいんですけれども。 事故としては、まあ、こちら。高速道路のトンネル内で乗用車とトラックの正面衝突、3人死亡、対面通行だが、点々点,点ということで、まあ、ワイヤーロープが、まあ、トンネル内は設置できない、その理由はということで、まあ、そこの部分がね、非常に大きく書いてあります。8月の12日に鳥取の鳥取自動車道のトンネルで、 乗用車が対向車線にはみ出してトラックと正面衝突の事故。乗用車に乗っていた夫婦とトラックに乗っていた男性合わせて3人が死亡ということなのでトラックの運転手というのは、まあ、こちらの運転手ってことですよね。まあ、この辺にいる、まあ、2人っていうのは、まあ、この大型トラックの方だろうなというような気がします。まあ、完全にこのトラックの運転手はかわいそうな状況にはなるんですけれども。 現場は片側1車線の対面通行で、将来的に4車線となる、いわゆる暫定2車線ということで、真ん中にはポールが立っているっていうことなんですよね。で、ここのところにワイヤーロープの防護柵設置できないのかというようなことが書いてあって、まあ、国土交通省の課長さんの方が、トンネル内はトンネルの地中部に排水施設などがあって、 まあ、要はワイヤーロープのための支柱を打ち込むことができないので、トンネル内では設置ができないというようなこと。まあ、いた仕方がないところがあるんですけれども、まあ、このネクスコの各社というのは、大きなこの橋とかトンネルにセンターパイプや低い壁状の区画柵、センターブロックと言われるワイヤーロープに代わる柵の設置を2021年から試行的に進めていますよ。だから真ん中のところに、まあ、ブロックを置くっていうことですよね。まあ、それ、 まあそれをすることで、まあ乗用車というのが、まあはみ出なくなる可能性は十分あるかなと。 まあこの事故というのは乗用車がポール関係なく反対車線にはみ出たことによって、まあこういう事故になったということなので、まあここのところに要するにまあブロックのようなもので仕切りがあれば乗用車がはみ出ることはなかったので、まあ死亡事故にはならなかった可能性はまあ十分あるということですよね。ただここの真ん中にブロックを置くことによってかなり走りづらい狭い状況になりますよね。すると、まあ大型トラックにとってはなかなかちょっと走りづらい道路になるのかな。速度が出てる状況では、 まあちょっとハンドル操作誤っただけでぶつけると。まあ、こういう箱車になるとね、どうしてもね、端っこのところ、トンネルのね、このアーチの部分。 まあここのところにね、当たりそうな気がするので、若干ね、中央線の方に寄ってくるような状況になります。まあそうなってくると、まあここのところちょっとね、接触してしまうというような、まあそんなリスクもあるかなというような気がします。そして最後はこちら、その6は、まあこれはね、皆さんもご存知の事故ですよね。まあ反対車線の方に飛び出して、まあ路線バスと正面衝突事故。 乗っていた娘二人というのが死亡というようなことですよね。まあいろいろとね、情報の方が少しずつ出てきたりしてるんですが、まあシートベルトというのは着用してましたよということがパンと出てくるんですが、まあシートベルトをしていたと言っても、まあちゃんとしてなかったよねということが、まあ結局のところなんですよね。まあ5歳の娘さんと7歳の娘さんという状況で、5歳の娘さんにはチャイルドシートを着けるというような義務があります。だけど、車の中にはチャイルドシート とはついていないという状況そして車の方にブレーキコンもないという状況になっていてまあ、母親は子供2人を連れて軽乗用車で近くに出かける途中でしたよというようなことまあ出かけることはいいんですがまあこういうとこちゃんとしなさいねということになりますだからチャイルドシートが軽自動車に乗っていないということはまあ、普段から出かけるときにはまあ、子供というのはチャイルドシートには乗せていないと まあ乗せていない状態でシートベルトだけしてればいいよねというような考えで普段から運転をしてたんだろうなというような気がします。まあこういうね、ちょっとだからいつも大丈夫だからこれからも大丈夫だからみたいな判断でやっているとまあ結果的に自分がはみ出していったっていうことなんですよね。他の車がはみ出してきたという状況ではなく自分からはみ出ていったという状況になっております。まあこれは本当に浮かばれないかなというような気がしますよね。 まあ、はみ出していくような状況。まあ、正面衝突事故というのは、まあ、最初にも言った通り、まあ、こちらの方の泥骨を17条通告分の違反行為となります。で、黄色の実践の区間という状況ですよね。黄色の実践の区間の話というのは、まあ、こちらの路線バスとこれがぶつかった。これ黄色の実践ですよね。で、まあ、こちらの方も黄色の実践が引かれていて、まあ、ポールが立っているという状況にはなっております。 まあここはですね、白の発線になっていて、まあ、こちらの黄色の実線になっていて、そしてこちらも黄色の実線になっていて、まあ、こちら白の発線という状況なんですよね。まあ、ここの部分というのは白の発線、黄色の実線、いろいろありますが、複、ま、印、あ、が、左側の福音の方が6メートルに満たない道路というのは基本的にはみ出して追い越すことができます。ただし、黄色の実線になっているところというのは、この、 はみ出して追い越すことはできませんというルールになっておりますので、まあ、はみ出して追い越していたわけではないと。だからまあ何かしらの原因ではみ出ていってしまったと。だからこちらの方の事故に関しても、何が原因なのかはよくわからないと。まあ、居眠りなのかよそ見なのかちょっとわかりませんし、 まあ、こちらの方というのも、まあ、どういう状況ではみ出たのかはわかりません。まあ、トンネルの出口の方に向かっているという状況なのか、まあ、それとも、どっち向きなのかちょっとわからないんですけれども。 まあ光がパッとなるとトンネルの中っていうのは、まあこの全体的にどこを走ってるか分からなくなりやすい。まあそういう状況になってハンドル操作を誤った可能性も十分考えられますし、まあこちらの方なんかはカーブしてるところをそのままはみ出ていったというようなシチュエーションである。まあこういうふうなことなので、まあ無理な追い越しをしたではなく、も、ま、う、あ、単純な運転操作ミスということなんですよね。で、正面衝突事故というのは非常に重大事故につながりやすいということになります。 これがですね、まあこちら、まあ交通事故、平成21年、ちょっと古いデータなんですけれども、まあこちらの方に出ているもの、死傷事故というのが、まあ736,688件あるうちの、 全体にどういう事故が多いかというと、一番多いのは追突ですよね。まあ、信号待ちで止まってる車とかに追突するとかね。あとね、出会い頭、その他車両と何かしらでぶつかるというケースが非常に多いんですが、いわゆる正面衝突事故というのは全体の死傷事故、人身事故の中では2.4%しかありません。 ただ、死亡事故となると、この2.4%しかない正面衝突事故というのは11.1%まで増え、追突事故というのは31.6%もパーセンテージは占めていたのにもかかわらず、死亡事故となると5%しかないと。だから追突事故というのはやはり大きな事故にはつながりにくいんですが、正面衝突事故というのは非常にこの部分では大きくなるというのが見えます。 それがこちらの方を見ていくと死亡事故率というのがあるんですよね。一番上の黒いの。これがですね、車両の単独事故ですね。単独事故というのは、まあ、電柱に単独で突っ込んでいくとかね、まあ、猛スピードっていう状況が大きいのかなと。だからカーブ曲がれないとかね。まあ、そういうふうなことで重大事故になりやすい。 で、赤色のこの丸ですよね。この部分というのが正面衝突事故になるので、まあ、全体の事故という部分に関しては、車両単独に次いで、まあ、正面衝突事故というのは多いっていうのがこのデータで見えてくるのではないかなと思います。まあ、こちらの方、正面衝突の車種別の構成率というのがあるんですが、 こちら、左側は死傷事故、右側は死亡事故ということで、薄い青、そして濃い青となっております。この薄い青というのは第一当事者で、そして濃い青は第二当事者。 第一当事者の方が過失としては大きい人ということになります。だからまあ全体的に加害者と考えられる人がこの水色の方なんですよね。だから加害者となっているような車両には何が多いのかというのがここでわかります。だから死傷事故っていうので、加害者は何が多いかというと小型の乗用車、そして軽乗用車、そして普通乗用車となっていて、第二当事者という状況になると多いのは自転車。 そして普通貨物ってなってるんですよね。結構データがこういうふうに分かれてくるんですよね。で、死亡事故という状況になってくるとどうなるかというと、第一当事者となってるのは、軽乗用車、そして小型車。ここの部分が非常に多くなるんですよね。全体のパーセンテージで見ると。 そしてあとは軽貨物。だからもう軽貨物、軽乗用車。この二つだけで、まあ、約半分ですよね。まあ40、40%ほどというのは、まあ、軽自動車が占めていると。 そして残りは小型の乗用車、普通乗用車。ということで、被害者になるっていうパターンが多いのは、この普通貨物という状況なんですよね。仕事関係でね、まあ運転をされてる方々というのは、まあいわゆる加害者ではなく被害者という立場になってる方の方が多いっていうようなことになります。で、どういうところで事故が起きてるかというのが、これ交差点、単路カーブ、そして単路直線、これ死傷事故。こちらの方は死亡事故。 交差点としてはこういう状況。だから中ぐらいの交差点での事故が多く、まあ、単路やカーブというのは複員が5.5メートル。今回紹介した事故というのは、まあ、基本的に全部ここの中に入ります。で、直線という状況もこちらの方ですよね。だからもう本当にデータ通りの状況になり、死亡事故という状況も、やはりこの5.5メートル以上、まあ、一番多いっていうような車線の幅になるんですが、まあ、単路のカーブ、単路の直線、 まあ、どちらの方というのも、まあ、飛び抜けてこの二つが多いというのがデータで出ております。で、最後にこちらの方ですね。まあ、衝突をした地点というのがどこでぶつかったかということで、まあ、ちょっとね、分かりにくい表現があるんですね。非分離道路とかね、第一通行帯。まあ、第一通行帯というのはここのチャンネルでも行ったりしておりますが、まあ、第一通行帯というのは車両通行帯がある道路の一番左側の車線。まあ、いわゆる第一車線と皆さんが言うものが第一通行帯になります。 で、この非分離道路と言われるものですよね。こちらの方は中央線などというものが定められていない道路。だから中央線がない道路ですよね。まあ、こちらの方の事故。そしてこちらの方というのの良い通行帯というのが、まあ、中央線があったり、あとはですね、中央分離帯がある。まあ、そういうところを飛び越えていったっていうようなものですよね。まあ、この3つですよね。まあ、皆さんもわかってる通り、この3つしかないってことですよね。 他の部分、歩道や路側帯、あとは第二通行帯、そして左折路縁、そして右折レーン、そしてあとは加速レーンとか、まあそういうところでの事故はまあほとんどないよっていうのが、これ見ていただくとよくわかると。死亡事故というのは、要するにまあ中央線を越えたっていうケース、まあこれが非常に多くなり、まあ、全体の死傷事故という状況っていうのは中央線がないところ。 そして、あとは第一通行帯。まあ、ここのところの数字が結構増えてるということなんですよね。まあ、データとしてこういうふうに数字が出てくる。まあ、こういうデータの数字を当てはめていくと、まあ、結構ね、その事故が起きる場所というのは、ま、限られてくるんですよね。だから事故が起きるというのは、ま、必然であるというところは言えます。 だから運転をしている上で、まあ油断をしやすい道路っていうところ、全体に混み合ってる道路でこういうことってあんまり起こらなくて、まあ交通量がそんなに多くなく、まあ、流れとしてもスムーズというような状況、信号もあまりない、まあそういうところの方が、まあこういう事故っていうのは実際に起きやすくなる。まあ油断とかね、そういうものもありますので、 まあ、いつ何時自分がね、はみ出るかもわかりません。よそ見をするとかそういうこともありますし、まあ、相手がはみ出てくる可能性もあります。避けるという努力はするんですけれども、結局ね、正面衝突事故っていうのはね、避けれないんですね。これを見ても避けてないと、これを見ても避けれてない。で、これを見ても、まあ、避けれてないっていことですよね。まあ、当然これも避けれてないし、まあ、これも避けれてないということ。 まあ正面衝突事故はまあ基本的に避けられないので、まあ、これはですね、やられる方というのは、う運というふうに言うしかないと。被害というのは、やはり軽自動車に乗っていると被害は大きくなるので、まあ、そのあたりも考えた上で、まあ、車のサイズとかね、まあ、そういうところは選んでいただくといいかなと思います。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。